はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。ですね、先ほど、このチャンネルの他の動画で、佳子さまに危害を加えるような書き込みを行った、男が捕まったという、動画をアップしたわけですが、またですね、新たに、2チャンネルの方に、同じような書き込みがあったという記事が出てました。まあ、記事の方はね、こちらになるわけですが、とりあえずこの記事の方、音声でね、誠司さんの方に読んでいただきたいと思います。では、どうぞ。佳子さま脅迫、にちゃんに新たな書き込みも。ネット上に、秋篠宮家の次女、佳子さまを脅す書き込みをして、皇宮警察の業務を妨げたとして男が逮捕された事件で、男が書いた後後悔したが、酔いが回っていて放置したと供述していることが分かった。22日朝に送検された無職の池原隆容疑者43は、ネット上の掲示板に佳子さまを脅す書き込みをして皇宮警察の業務を妨げた疑いが持たれている。警視庁によると、池原容疑者は佳子さまの身を危険にさらすような書き込みを築いたらしていた。書いた後後悔したが、酔いが回っていてそのまま放置したと供述しているという。一方、にちゃんねるの掲示板では、池原容疑者が逮捕された後にも佳子さまを殺すなどとする新たな書き込みがされていて、警視庁は書き込みした人物の特定を進めている。はい、というわけですがね、ふざけてますね。本当に何を考えてるんだと。まあ本日、昨日ですか、佳子さまを脅す書き込みをして、ね、男が捕まったと。まあ実際には自首してきたらしいのですがね。まあこれ非常に早くてですね。まあ警察もなんか早い段階で捜査を、実際にはこの、記事が出る前に早い段階で警察のも動いていて、もう犯人の特定もされていたというね、情報もありますので、まあこの池原容疑者ね、自首してきたようですが、まあ別にしてこなくてもすぐに捕まったというね、情報が出てます。まあこれはね、さすが警察もですね、日本の警察、本気を出すとすごいぞっていうところをね、見せてくれたと思います。これに関してはね、もう素直に警察ね、もう警察には、警察の方々にはね、拍手ですね、拍手。拍手しましょう、拍手。素晴らしい。と思った途端にもうこれですよ。2チャンネルでまた新たに、佳子さまを殺すなどとする新たな書き込みがされていて、警視庁は書き込みした人物の特定を進めている。もうこんなすぐ特定されますよね。なんでこんなアホなことするんでしょうね。すぐ捕まりますよ、この犯人。失礼しました。まあこの、実際の書き込みね、どんな書き込みをしていたか、ちょっとね、探してお見せしましょうか。ですね。まあ、これが2チャンネルのサイトで、あ、ここですね。これの、もう通報されてますよ、とっくにね。これですよね。こっちの36、この人は、あ、ちょっと、コピペ怖いから伏せ字にしたら、わけわからなくなってしまった。まあちょっとね、内容があまりにも過激なんで伏せ字にしたということですね。これをちょっとクリックしてみましょう。これですね。まあちょっと、あまりにも、言葉にするのはね、気が引きますんで、皆さん字で、文字で読んでください。ここですね。ね、日本の皇族である佳子さまに対してこんなね、書き込みをして、ね、ただじゃ済みませんよね。もう速攻でね、警察が動きますよ。まあもう動いてるでしょう。まあこの犯人もね、すぐ捕まると、思いますが。ね。もうこういう書き込みはね、ふざけてるじゃ済みませんよね。うん。まあ私も、ね、天皇陛下とか、
まあ、いわゆる皇族の方々はですね、に対してはそんなに、まあ、深い、細かい知識を持っているわけではありませんが、やはり天皇陛下というのは日本の、まあ、象徴っていう方はちょっと正しいのかどうかわかりませんが、よく言われますがね。まあ、要するに祈り人ですよね。天皇陛下というのは日本のために、日本国民のために平和を、まあ、もしくは世界平和をですね、常日頃祈ってくださる方ですからね。まあ、あんまり私たちには細かい、そのやってる内容とかですね、知らされていないようですが、実際はですね、本当に厳しい、毎日毎日、祈りのね、なんて言うんですかね、祈りの行事っていうんでしょうかね、ちょっと正しい言い方がよく、わかりませんが、そういう儀式みたいなものをしてくださってるようですね。ですから本当にやっぱり皇族っていう、まあ、皇族っていうか、天皇陛下っていうのはですね、世界で最も歴史の長い、王族というか、王家というかね、まあそういうものなんで、これは本当にもう世界の宝ですよね。そういう世界の宝、日本の宝である、皇族の方々に対して、こういうね、書き込みをすることは本当にね、許されないことだと思います。まあ犯人がですね、日本の警察でここは一発優秀な力を発揮してすぐに逮捕してくれると思いますからね。それ相応の償いをしてもらいたいと思います。はい。では動画をご視聴いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。